皆さん、こんにちは。インターン生の京浩哲です。昨日私は買い物をするときによく使われている中国語を皆さんにシェアして差し上げましたよね。今日はホテルでよく使われる言葉についてシェアして差し上げたいと思います。まずはじめにシェアして差し上げたいのは、我有预定、名字叫〇〇というチェックインするときによく使われる言葉です。我有预定、名字叫〇〇の意味は、予約している〇〇と言います。予約しておかなかった場合は、受付でこのように声をかけたら大丈夫です。その発音は、我没有预定、有没有空房です。我没有预定、有没有空房の意味は、予約していないんですが部屋はありますか？ということです。そのような時、受付係さんが有だと返事してくださったら、チェックインは OK です。その意味は、はい、ありますということです。もし受付係さんが、对不起、全都住满了と返事してくださったら、残念ですが他のホテルを探さざるを得ません。对不起、全部住满了の意味は、あいにくですが満室ですということです。それからは、部屋の価格を受付係さんに尋ねるときに何と言ったらいいでしょうか？答えは、一天多少钱です。その意味は、一泊いくらですか？ということです。もしその価格はちょっと高いと思うのなら、受付係さんにこう伝えれば大丈夫です。有没有更便宜的房间？です。有没有更便宜的房间？の意味は、もっと安い部屋はありませんか？ということです。次にシェアして差し上げたいのは、能在房间用早餐吗？です。その意味は、部屋で朝食を取れますか？ということです。もう一泊したくなったらどうすればいいでしょう？受付係さんに、我想再住一天とおっしゃったら大丈夫です。我想再住一天の意味は、もう一泊したいんですが、ということです。最後は、チェックアウトの時に、受付係さんに、我要退房とおっしゃったら、受付係さんは、チェックアウトの手続きをしてくださいます。我要退房の意味は、チェックアウトをお願いします、ということです。以上は今日の内容です。どうですか？さて、続きまして、今日の内容をまとめます。我有预定、名字叫〇〇。予約している〇〇と言います。我没有预定、有没有空房。予約していないんですが、部屋はありますか？有的。はい、あります。对不起、全部住满了。あいにくですが、満室です。一天多少钱？一泊いくらですか？有没有更便宜的房间？もっと安い部屋はありませんか？能在房间用早餐吗？部屋で朝食を取りますか？我想再住一天。もう一泊したいんですが。我要退房。チェックアウトをお願いします。皆さん覚えましたか？この動画が気に入ったら、チャンネル登録といいねをお願いします。